皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のぼよよん行進曲みんな集まれ子ども歌祭りの中で披露されましたね。今回まやお姉さんにとってはぼよよん行進曲を踊り付きで披露したのは初めてになりますね。ここまで撮っておいたという感じもしますよね。そして今回はスペシャルバージョンなのでワンワンやサボさんも一緒にぼよよん行進曲を歌って踊りましたね。とても貴重なものだったと思います。これからも名曲なので歌い継がれていくと思うので楽しみにしたいですよね。はい、今日はお母さんと一緒みんな集まれ子ども歌祭りの中でのぼよよん行進曲についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。